今日はしらすのピザをいただきたいと思います。あったあったあった。あっちですね。チンするだけのやつですね。いただきます。ちょっともう熱々のうちにちょっと食べたいと思います。あっちですね。いただきます。ちょっとチーズが、あ、熱いですね。熱々です。いただきます。熱い。うまくすー。今日キティちゃんを作ろうと思って、キティちゃんをちょっと作っていきたいと思います。まずこれ激安の、あ、可愛いんですね。ちょっと比率が分かんないんですけど、ちょっと独自で、なんかちょっとテレビで見たんですよ、あのキティのなんか赤ワインとジンジャーエールでできるとかってやつ。しこれはあのメルシャンさんの激安310円でしたね、この。助かる。激安赤ワインとジンジャーエールで作っていきます。ああ、キティがなんかできるみたいです。ちょっと私のちょっと分量がちょっと何対何とかちょっと忘れたんで、もう適当にやりますけど。うん、赤ワインとジンジャーエールでできる。あ、ちょっと並々すぎましたね、これ。並々すぎる。ジンジャー入りました。じゃあ、キティちゃんに乾杯ということで。キティに乾杯です。ああ、なんか、あれ、ジンジャーエールが強かったかな。ジンジャーエール強かったかもしれません。いや、成分ちょっともう一回調べてみようか。でも赤ワインとジンジャーエールでとかってテレビでチラッと見たんですけどね。ちょっともうちょっとこれぐらいにオシャンティーにちょっと飲みたかったけど、まあいいやみたいな。あー、キティちゃん美味しいですね。これですね、しらすピザ。しらすのピザっすね。特製ガーリックソース、国産特製のガーリックソースが入ってる。特製ガーリック、ガーリックのガーリック臭がすごいしますね。これ別になってたんですけど、このしらすがなんか乗せてチンしてもいいし、後から乗っけてもいいって感じなんです。ちょっと後乗せにしてみましたね。ガーリックシュー、これちょっといいですね。湘南ピッツェリアって書いてますけど。うまいですね。250度なんで皿めっちゃ熱いですよね、これ。カミングスン。やっぱ間違って180度にしたら全然ここの焦げ目がつかなくて、やっぱ温度って大事ですね。あ、やっぱ合いますね、もうジンジャーエールと。ちょっとでも赤ワインが欲しい。結構ジンジャーエール強い甘みっていうか、あの存在感が強いんですよね。これでも激安なあれだから、まあ味があれなんですかね。あれも濃縮還元 11%。 うまいっすね。これも飲んでみたんですよね、これ。今更ながらこのコーラのピーチ、これもなんかほんのりなんか桃のあれがして、なんていうんですか、風味がして美味しかったですね、これ。コーラのピーチ味、悪くないよって感じでしたね。ま、ちょっとあったかいうちに攻めたいですね、ガンガンに。いや、もう大好きなガーリックとしらすまみれでもちょっと最高ですね、これ。あと今日ちょっと一人見ようかしらと思って、これ、じゃじゃーん、春限定ってやっぱりこの限定に弱いですね、これ。春限定と通じるんですけど、白い匂いですか。爽やかで甘酸っぱホワイトスパークリング。
これも、ちょっともう光で反射してあまりあれが見えないですね、パッケージとか。あ、小チークバイのやつですね、これ。これも若干ちょっとジャケ買いに近い感じですけど、これちょっと冷やしときましたね。なんかここに5度、開封時には5度前後に必ずよく冷やしてくださいって書いてあるんですけど、冷やして今さっき出してきたんですけど、決して振らないでください。で、これ説明書さっき読んでちょっと不思議に思ったら、10秒ぐらいかけてゆっくりと一度逆さにして開封してくださいって書いてるんですけど、10秒ぐらいかけてゆっくりと一度逆さにして開封ってどういうことなんですかね。ちょっとこういう時一人だとあれですよね、困りますよね。よいここはね、10秒かけてこうやるんですかね、こう逆さにしてから10秒待つんですかね。もうちょっと絶妙な具合が分かんないですね。まあ、とりあえずやってみますね、早く飲みたいんで。ちょっといきまーす、はい、バーン、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もう自己流ですね。決して振らないでくださいって書いてるんだよ。これで開封するんですかね。これで開封するときはでもさすがにこれ戻していいですよね。このままで開封したらあれですもんね、青々ですもんね。わーすごいね。やっぱミオさんのお値段も結構やっぱり、あの、私の庶民からしたらご立派な値段ですね、やっぱりこれ。今日珍しく、あの、では、奮発しましたけど。一人ミオパイエーイ。いっちゃいたいと思います。手話力はあんまりさほどですね。はい、乾杯。なんか上品な香りがしますね。白壁村薄濁り。ああ、これでも 5% なんですね。なんか桃っぽいですね。桃なんか甘い感じですね、やっぱり。なんか可愛い味がしますね、桃っぽい。でも桃は入ってないです。米と米麹。こういうことか。あれ、普通のミオも 5% でしたっけ。清酒ってあの日本酒とかになんか炭酸足した感じだから、もうちょっとアルコール度数強いのかなと思ったら、なんか 5% みたいな、 5% かよみたいな。普通のミオも 5% でしたっけ。ちょっとわかんないですけど、これは全然あのお酒飲めない、お酒飲めないやつがあんまり女子にもこれ受けが良さそうな感じですね。かわいいですね、これ。キラ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 してちょっと見えます、これきらびやか。ちょっとラーメン入り、ラーメン入りまーす。これは職場の70歳になるばあちゃんがここラインストーンのあのめっちゃ可愛いあの T シャツ着てたんですよね。あのキラ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 つけど、いや、わてより若いの着てますよっつって。負けましたね。めっちゃ可愛い T シャツ着てましたね。私より若いの着てらっしゃるわっつって。ちょっとやっぱりピザにはちょっとビールってことで、やっぱりこれも持ってきちゃいましたね、これ。これ、うちの人の差し入れなんですけど、乾杯でーす。これ以上太るなよってことで、多分糖質 75% オフなんだと思うんですけど、これ。糖質減油しろよー的なあのメッセージも込められてのこの金麦 75% オフだと思うんですけど。ああ、美味しいっすね。ちょっともう自分で切ったね、これも大胆カットで。結構でかいんですけど、これ。いただきます。なんか折って食べてくださいっていうテレビに出て、なんかこう
こう折ってる人がいたんですよね。こう、あ、新しいと思って、私これピザって折るって言ったら普通私こう想像してるんですけど、こうやってあのなんかイタリア人とかこういう感じで、誰だったかなんか記憶があれなんですけど、テレビ出てる人で折って食べてくださいという時にこうやってこっからこうやって折って食べてたんですよね。もうすごい、やっぱり人間って面白いですよね。なんかそういう感覚がやっぱり一人一人ね、なんか違うから、それ見てああみたいな、新しいだろ、面白かったですね。ちょっと、もうこれごといっちゃいたいですよね。もうあのでかいのにかびりつきたい欲求が半端なくて、最近もう心がちょっとあれですね、病んでるんですかね、病んでるって言うんだけど、もうちょっとあれ気違いとしてるんです、と。なんならもうこれ一枚もこうガブッといってもよかったです。今度それやりますね、ちょっとあえて切らずにもうごといっちゃうみたいな。大きいものにかぶりつきた欲求がもう半端ないですよね。やっぱキティも美味しいし、このミオホワイトミオなんだっけこれホワイト、ミオホワイトか、これも美味しいですけど、やっぱりこれ発泡酒ですけど、でもやっぱこうビールの炭酸力っていうのはこれに勝るものはないですね。強炭酸とかならあれだけど、やっぱ一番ビールが炭酸、こう喉越しがすごいですねこれ。ああちょっともうこれかぶりつきますねこれ。もう、やっぱ口小さいっていうか、そんな大きくないからあんまりさほどですねこれ。さほどみたいな。後でこれ自分で見て多分満足しますね。めっちゃかぶりついとるやん自分言うて。変なあれがありますね私も。ガーリック入れて美味しいですね。もううまっ。せっかくなんでこのコーラもいっちゃいますか。桃の味がする。結構ピザにはコーラっていう人多いですよね。そうでもないですか。桃味のピーチコーラもじゃあ乾杯でーす。これノンアルですけど、やっぱ桃の風味がこう口に近づけた瞬間、桃の風味がパーってきますね。これ結構出してから時間経ってるんでちょっと常温なんですけど、常温のコーラっていうのもなかなか、いや久しぶりに飲みましたねコーラ。これも多分一人一枚食べますねこれ、この調子やつこれ。年中成長期なんで私はもう。いやとどまることなくもう脂肪をちょっと蓄えてるんです、ちょっと。いつ遭難しても大丈夫ですね。いつ嵐が来ても、いつそうなんしても大丈夫ですよこれ。おいしい。やっぱ香りがあれですねやっぱりね、赤ワインとジンジャールだから、オーシャンティー飲みですね。なのにこのパーカーっていうでしょ。もうちょっとあのおしゃれするべったぐらいな感じで、ちょっと意外な、想定外なちょっとオシャンティー飲みに乾杯ということで、ゆっくり飲んできてまーす。やばたー。